けど、このカプセルが開きづらいっていうのが私すごく今回気に入りませんでした。もうね、すげえ硬くてあかんとですよこれ。でどうやって開けたかっていうと、こう押し付けてガッていってなんとか開くんだけど、開かない開かない。でカプセルを出してからプレイまでに60秒だか90秒だかあるんだよ。だその間に開けてツムをね、NFC かなんか置かなきゃいけないんだけど、開かなくて一回それでせっかくねスティッチ出たのにプレイできなかったっていうね、今回出たツムで遊べなかったっていうことだったんで、ちょっとそこだけ考えてほしいなと思いましたね。開きやすくするこうパチってやるタイプあるじゃん、ガチャガチャもこうパチャってやるやつ、あれにするか、なんかそれこそユーザーね女性ばっかりだったんだから、あそこのところにこうカプセルポンって置いたらウィーンウィーンウィーンバカって勝手に開けてくれるマッシーンみたいなのをさ、なんかあの筐体に埋め込んでも面白かったんじゃないかなと思います。とにかく私はこれ硬くてそれが嫌で嫌で嫌で開かない開かないと苦しんでいました。そんなわけでバイバーイ。